はい、皆さんこんばんは。やさしい日本語ニュース1の時間です。このニュースは NHKWebEasy などやさしい日本語で書かれたニュースのホームページを見て、私、ニュース犬が思ったことを皆さんに話します。これらのページに興味がある人はぜひインターネットで見てください。はい、今日のニュースです。 正月に飾る門松を作る仕事が忙しくなるという記事を読みました。皆さん、門松って知っていますか門松は日本のお正月の時家の前に飾るものです。お正月、日本の家の前を通ればきっと見られると思います。じゃあ どうして門松を飾るか知っていますか門松を飾るとお正月に神様が家に来てその年一年幸せに過ごせると言われています門松がないと神様は家があるかどうかわからないんですって面白いですねあ。 いつか飾ればいいんですかね。うんうん。うんうん。はい。そして。十二月三十日に飾った方がいいですって。え。今日ですか。あ。はい。今日だそうです。今飾りましょう。はい。ニュースに戻ります。もうすぐ日本は。お正月ですから。 門松を作っている秋田の会社は仕事がとても忙しいそうですあれでもこれは12月25日の記事ですねじゃあもしかしたらこの会社の人たちは今ゆっくり休んでいるのかもしれませんさて皆さん今年一年大変お世話になりました これから、ニュースワンは1週間ほどお休みをいただきます。皆さんもお正月、ゆっくり休んでくださいね。良いお年をお迎えください。では、また来年。